広島電鉄70系電車。広島電鉄70系電車。広島電鉄70型電車は、広島電鉄の路面電車である。三車体八軸の全構成連接車で、1959年で和ぐ、車線。1982年に、西ドイツのドルトムント市電、より移籍した。76、77のに編成が存在したが、 77は2006年1月に、廃車解体。76は2012年7月から2013年3月まで、旧マダムジョイ千田店、現、マックスバリュー仙田店の敷地で、イートインスペースとして使われた、工術。1977年の運行開始65年記念を、機に、日本国外の車両を導入する話が浮上。 ドルトムント市電が地下線新設のため車両を更新した際、余剰になった8軸連接車の GT8K に編成を1981年に購入した。広島での使用条件に合うように冷房改造などを行い、翌年より運用を開始した。本形式は当時、西ドイツ国内向けに大量製造をされたの一つで、あるが、といった特徴がある。 こうした特徴を有するものはこれ以外には数例しかない。また、変運転台変速面ドア方式が主流のドイツにおいて、両運転台両側面ドア式というのも少数派である。1984年に広島電鉄がグローリア賞を受賞した際、この車両を導入したことも理由に含まれていた。当初は荒れて車庫に在籍し、 宮島線直通用で使用されていた。しかし、高速走行時に振動が発生するなどの問題が発生。また、運転取扱い上の違いが多く、保守整備に際しても支障する点が多いことから、3700系以降の新型直通車が増えると、あまり使用されなくなった。その後、1994年に、市内線の輸送力強化のために、仙台車庫に転属し、 5号線、7山線でラッシュ時に使用された。しかし、市内線に3000型が転属してきたため1998年からは、再び使用されなくなり、77は部品取り用として、長期留置の後2006年1月に廃車解体された。その後は76のみが残り、運転台を広島電鉄仕様に、回収の上車内にテーブルやカーテン、 マイクを設置して、ビール電車などの貸し切り専用車となっていたが、老朽化が進んでいることや、部品の調達が困難になりつつあることから、2008年以降は、営業運転を行っていなかった。営業休止後は、当初は、荒れて車庫に、その後移動され、エヴァ車庫の奥で保管、保存状態になっていた。ドルトムント時代からの銀を基調とした、ドイツの地ビールの広告塗装のままで、 市内線運用には主にこの車両が使われた。2004年頃からは、貸し切り専用車として使用され、2008年まで運行された。2012年7月以降は、広島電鉄本社横にあった、旧マダムジョイ仙田店、現、マックスバリュー仙田店の敷地で、イートインスペース、トランベールエクスプレスになってた、詳細は後期。ドルトムントの路面電車の標準塗装で、 そうかに、ドイツの宝くじの広告が貼られていた。旧車番は80だったが、76と連番にするため77に改番された。市内線運用は76の予備扱いだったが、晩年の運用では、比較的多く使用された。運用終了後しばらくして台車に亀裂が見つかり、旧車状態となる。2005年1月に、車体外部が再塗装されたが、元の色よりも明るくなり、 そうかと、裾回りの細体がなくなるなどの売り分けも異なるものになった。最終的には5100型などの車両増加による車庫スペース確保のために2006年1月に廃車解体され、台車など一部の部品は76の予備品として残された。2012年5月11日、広島電鉄100周年記念事業の一環として76の引退と、同年7月より、 本社横の広島電鉄系列であった、スーパーマーケット、マダムジョイ仙田店、現、マックスバリュー仙田店で、イトインスペースになることが公表された。その後、同月31日に、旧マダムジョイ仙田店に、レストラン電車、トランベールエクスプレスがオープンすること、保存される旧マダムジョイ、仙田店内のレストラン、ビストロ、トランベールのオープン、近くの広電本社前電停を、 ヨーロッパ風に改装することなどが発表された。また、レストラン電車として、緑色を基調とした外観に塗装されたイメージ図が掲載された。同年7月11日に開店。レストラン化に際し、外装色を緑色を基調としたものに変更。一方の運転台を撤去し、貸し切り、スペース、ラックスになっていた。しかし、 広島電鉄100周年事業終了を理由にオープンからわずか8ヶ月余りの2013年3月30日で閉店となった。その後、2017年5月に広島電鉄が開発主体の西風新都グリーンフォート空の建設中のイオンモールジアウトレット広島二条都が決まり、これを記念してレストランの復活営業も行われた。イオンモール アウトレット広島は2018年4月27日に開業したが、1階ライフデザインフロアのステーションコートで参加型プロジェクションマッピング、ワープする路面電車というベントの舞台として使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。